川崎さんとしては松山記念、うん、川崎記念と、うんまあ、3回目と伺いましたけど、うんまあ、今日は最後の最後まで本当競輪というのは何があるか分かんないので、もうあのままねボール体勢で、うん、もう僕のニュートラルに入れちゃったんで、うん、最後そのままの流れでボール体勢入っちゃったんですけど、何本当ねあの危ねえと思った瞬間転んでたんだ、まあ、本当同県のね松谷が転んじゃったから喜べないですけど、本当にまあ本当に自分が転ばなくてよかったっていうか、うん、そういうのもありますけど、まあ、本当松谷さんがこうレースやっぱり作ってくれて、うん、そうですね、うんまあ、そこはもう松谷に全部任せたし、うん、まあああいう形してくれるなと思ったので、この最後だけはちょっと残念、まあでもしっかり練習できてる成果がちょっとできてる出てきてるんで、この流れ崩さないでしっかり走ってきて、まあ、そうですね、まあ、練習もトレーナーのさんとかに見てもらったりとかしてるんで、一生懸命その、ね、トレーニングができてるんで成果が出てきてるかなと思うんですけど、久しぶりの決勝では、うん、はい、そうですね、頑張りたいと思いました、一生懸命走ります。